仮面ライダー令和ザファーストジェネレーションプレミア特典付き前売り券プレミアアイテムデラックスガトリングヘッジホッグプログライズキーガナマス。みんなこんにちは。このお二方が並んでいるということは、そう、映画仮面ライダー令和ザファーストジェネレーションのお話でーす。というのも、映画の内容っていうのはね、まだね、全然わかんないんだよね。ジオーとゼロワン二人がね、決して交わってはならないっていうね、その辺しかわからないんだけれども、ですね、前売り券のことについて今日はお話ししたいと思います。前に、11月23日土曜日に、プレゼント付き前売り券が発売されるよーって話したの覚えてる？覚えてます。ありがとう。そのプレゼント付き前売り券のプレゼントっていうのがゼロワンとジオのダブルダッシュヒーローってやつです。あ、そう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 だったんだよね。どっから出てきてる？で、今回ですね、もうね、数日前に皆さんゼロワンのね、放送見た後に分かってると思うんですけれども、プレミア特典付き前売り券の情報が出ましたね。今回はムビチケット、いつも通りね、ムビチケット、デラックスガトリングヘッジホックプログライズキーがセットになってくるプレミア特典付き前売り券となっておりまーす。では、そちら見てみましょう。どうぞ。これですね、お二方ちょっと被ってるんですけれども、この緑色で描かれているハリネズミのこちらがプレミア特典付き前売り券のプレミアアイテムとなっております。去年はあれだよね、オーズさんのなんだったっけ、オーズさんのライドウォッチ赤いやつ、うわど忘れ、あー思い出したタジャドルコンボ、タジャドルコンボのライドウォッチが特典だったんですけれども、今回はですね、このデラックスガトリングヘッジホックプログライズキーになりました。で、今回11月23日にね、ダブルダッシュヒーローがついてくるプレゼント付き前売り券も発売されるんだけど、いつもはプレゼント付き前売り券が先に発売されて、その後にプレミア特典付き前売り券が発売されるっていう日にちがね、ちょっとずれていたんですが、今回は同じ日なんですよね。これは映画館の前売り券売り場かなり混雑するんじゃないでしょうか。僕は今のところね、迷ってるんだよね。この前のトイザラスにも行かなかったしさ、プログライズキーを全種類揃えてるわけじゃないから、かなり悩みどころなんですが、まだ悩んでます。皆さんはどうしますか？あれね、朝早くからね、並んでなきゃいけないからね、大変なんだよね。ということで、今回はね、こんな感じで短いんですけれども、一応ね、皆様にお知らせしておこうかなと思いまして、この動画にさせていただきました。いやー、プレミア特典付き前売り券の発売日の朝の映画館はすっごいもんですよ。へー、ガラピコも行ったことあったんだ。あります。あとツイッターもチェックしてますからね。そんなことまでしてたの？あー、まあそんな感じでございます。皆様も欲しいなと思ったら、朝早くからね、頑張って気合い入れて並んでみてはいかがでしょうか。ということで、今日は映画仮面ライダー令和ザファーストジェネレーションのプレミアム特典付き前売り券のお話をさせていただきました。映画公開まであと1ヶ月ちょっと。映画公開初日とかね、またグリーティングとかあるのかなと思ってワクワクしております。それではみんなもね、ワクワクして待ちましょうね。じゃあ最後まで見てくれてどうもありがとう。もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またね、バイバイ。アルトじゃーん、ライト。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録はこの四角いボタンを押すか、この小豚さんのマークを押してね。コドモスは他にも楽しい動画がたくさん